20万超え。LV スーパービジョン、サングラスは買う価値ある。徹底検証。平野翔さんも愛用、平野翔さんは最近の海外旅行中にこの、LV スーパービジョンを見つけ、ブラックのフレームを選びました。ルイ、ヴィトンの LV スーパービジョン、サングラスは、2024年はるかコレクションの目玉として登場しましたが、特に注目を浴びたのは、 人気アーティストである平野翔さんが購入したことにより、ファンの間で大きな話題になったことです。このサングラスは、ルイ・ヴィトンのパリ本店で購入されたと言われ、平野さんが実際に愛用することで一躍注目を集めることとなりました。彼がこのサングラスを初めて目にした瞬間、鮮やかなブラックカラーとシンプルながらも洗練されたデザインに引き込まれたと伝えられています。そのスタイルは、彼の存在感と共鳴するかのように、 SNS でも大反響を呼び、まさに新しいファッショントレンドの象徴として広がりを見せています。平野翔さんは最近の海外旅行中にこの LV スーパービジョンを見つけ、ブラックのフレームを選びました。さらにそのサングラスは、ハッシュタグの1ツアーアンダーライン福井デーワン公演でも着用され、ライブに集まったファンの間で瞬く間に話題となりました。SNS では彼のサングラス姿に、爆衣系や、 今日も最高といったコメントが寄せられ、ライブの期待がさらに高まる場面も見受けられました。彼が選んだこのデザインは、どの角度から見ても特徴的なスクエアシェイプと、シルバーメタルのフレームが強調された力強いラインが魅力です。さらに、ナイロンのラバー効果が施された素材を使用しており、軽量でありながら、長時間の着用でも疲れにくい仕様となっているため、ファッション性と実用性が見事に融合しています。 このサングラスの最も際立つ特徴は、グレーのレンズに刻まれた、ルイス・ビットン・シンスセン8 5 4と、ニルード・ドポント・ニュフというブランドの歴史を象徴する文字が表現されている点です。このディテールが、長い歴史と高級感を感じさせるだけでなく、モダンで斬新な印象を与え、まさに現代のアイウェアトレンドの最前線を行くデザインに仕上がっています。レンズのサイズは 57mm で、 顔をしっかりとカバーしつつもスタイリッシュな印象を損なわない絶妙なバランスが取られています。遮光性能も優れており、UV カット率が100%ということから、強い日差しの中でも視界を保護してくれる高機能アイテムです。これは特にアウトドアや長時間の活動が多い現代人にとって非常に重要なポイントであり、紫外線から目をしっかり守ることで健康的な生活をサポートします。また、この LV スーパービジョンサングラスはシーンを問わずさまざまなスタイルに合わせやすい点でも優れています。平野さんのようなパフォーマーに限らず日常的にファッションを楽しみたい多くの人にとっても理想的なアイテムといえます。特にブラックのカラーはどのような服装にも自然に溶け込みシンプルかつエレガントなコーディネートを叶えてくれるためファッションの幅を広げるキーアイテムになるでしょう。さらに LV スーパービジョンの魅力は ディテールの成功さにもありますシルバーのメタルフレームが強調された角張ったデザインは、モダンな都会の雰囲気を持ちながらも、どこかクラシカルな趣を感じさせます。このデザインの魅力が一層引き立つのは、特に光が差し込むシーン。フレームとレンズが光を浴びてキラリと輝くことで、シンプルな装いでも一瞬で華やかさと高級感を与えることができます。これにより、 普通のアイウェアにはない独特の存在感が生まれます。平野さんのようにステージに立つ人物にとっては、ファンの目を引く重要なアクセサリーとなり、彼がこのサングラスを選んだ理由もそこにあるのではないでしょうか。実際、現代のファッションアイテムには、デザイン性だけでなく機能性も重視されるようになっています。LV スーパービジョンは、その両方を兼ね備えたケな存在です。社交性が非常に高く、 レンズの光透過率が11%に抑えられているため特に日差しの強い日中の活動にも最適ですこの点は屋外のイベントや観光スポーツなどに出かける際にとても役立ちますまた100%の UV カット性能により紫外線の影響から目をしっかりと保護するため長期間の使用でも安心です最近では紫外線による目へのダメージが健康に与える影響も注目されていますが このサングラスはその点でも信頼できる選択肢となっています。平野翔さんが「ハッシュノグイチツアーアンダーライン福井デイワ1」でこのサングラスを初めて披露したとき、瞬く間にファンの関心を集め、多くの SNS 投稿がシェアされました。今日もイケてる、最高にかっこいいといったコメントが相次ぎ、平野さんのスタイルが新たなトレンドとして広がるきっかけとなりました。このアイテムはただのファッションではなく、 ファンとの間に特別な共感やつながりを生む役割も果たしています。ファッションアイテムが、ただの装飾以上の意味を持ち、個々のライフスタイルやパーソナリティを反映する、自己表現の一部となっている現代において、この LV スーパービジョンもまた多くの人にとって新しいインスピレーション源となっています。もちろん、このサングラスがファッション性と機能性の双方で優れているとはいえ、 20万超えという価格が容易に手を出せないハードルであることは確かです。しかし、その価格には、ルイ、ヴィトンが長年にわたって築き上げてきたブランドの信頼性、そして丁寧に作り上げられた品質が詰まっています。また、このアイテムのように強い個性と存在感を放つデザインは、実際に手にしてみるとその価値が一層感じられることでしょう。このサングラスを手に取ったとき、 その重厚感と洗練されれれたディテールに触れれば、累、ビトンの職人たちが込めたこだわりや歴史を感じることができます。素材にはラバー加工が施されたナイロンが用いられており、軽量でありながら耐久性に優れ、普段使いでも安心して着用できるという点が特徴です。顔にフィットするためのフレーム設計や、長時間装着しても快適で疲れにくい工夫がなされており、 高級感だけでななく実用性も兼ね備えたアアイウェアとなっていますこれは単なるファッションアイテムという枠を超え、日常のスタイルに寄り添いながらも特別な感覚を提供する、まさにラグジュアリーなアイテムと言えるでしょう。また、平野翔さんが LV スーパービジョンを通して体現したスタイルは、ただ単にトレンドを追うものではなく、自分自身のアイデンティティを表現する手段でもあることを示しています。特に日本では、 ファッションアイテムが個性や自己表現の一環として重視される傾向が強まっており、シンプルでありながら存在感のあるデザインが若者の間で支持されています。平野さんがこのサングラスを愛用する姿が SNS で拡散される中で、自分も挑戦してみたい、自分らしいスタイルを見つけたいと考える人が増えていることも、彼が与えた影響の大きさを物語っています。こうしたアイテムが特別な意味を持つのは、ルイ・ ビトンがただのブランドではなく、長年にわたりファッションとカルチャーの境界を越え、多くの人々の生活に影響を与えてきたからです。ルイ・ビトンの製品は、常に伝統と革新が共存するデザインを追求し続け、時代ごとに新しいスタイルを提供し、ファンの心をつかんできました。この LV スーパービジョンもまた、現代のトレンドとブランドの歴史が交差するユニークなアイテムであり、着用する人にとっては、 ただのサングラス以上の意味を持つ特別な一品となるでしょう。さらに、ファッションにおける高級ブランドの役割も変化しています。かつては単なるステータスシンボルとして扱われていたラグジュアリーブランドが、現在では自己投資やライフスタイルの一部として見なされることが多くなりました。ルイ・ヴィトンのようなブランドアイテムを所有することは、単に高価なものを手に入れることだけでなく、そのデザインに込められたメッセージや哲学。 そして自分自身の価値観を反映する行為でもあります。